第51回有馬記念は2006年12月24日に中山競馬場で施行された競馬競争であるディープインパクトがラストランで優勝を果たした第51回有馬記念前年の有馬記念で敗れたディープインパクトだが本年は外旋門賞で失格となったものの天皇賞宝塚記念ジャパンカップを制止国内では 敵なしの状況を保っていた。10月に引退を発表し、本レースがラストランとなる同馬は2年連続でファン投票1位となった。しかし、2006年度の有馬記念ファン投票でのディープインパクトへの投票は119,940票であり、2005年度の162,297票と比較すると前年比74%程度まで減少している。 その他にも、本年のボバクラシックにカンバ、名称サムソン、天皇賞とマイルチャンピオンシップを制した大和メジャー、メルボルンカップから外戦したデルタブルースとポップロック、ジャパンカップ2着に検討したドリームパスポートなど、中央競馬の年内最後のメインレースを飾るに、ふさわしいメンバーが揃った。また、出走馬の GI 競争価値数の合計はありま、記念史上最多の17であった。 競争はゲート入りを嫌がったスイープ投手が出遅れる形でスタートした。大逃げを宣言していたアドマイアメインが宣言通り大逃げを打つ展開となった。しかし、それを追いかける馬はおらず、結局2番手だったダイワーメジャーがバグンの先頭であったので、実質はこの馬が先頭であった。そのままレースは落ち着き、アドマイアメインは自滅し、 各馬が一斉に直線でスパートをかける瞬発力勝負の展開となり、最も得意とする展開となったディープインパクトは後方11番手あたりにつけていたが、3コーナー入り口、残り800メートルのハロン棒を通過したあたりで仕掛けて進出。直線では無知を一発入れたのみで、手綱だけで追い続け、先行馬をまとめて捉えてゴール。見事優秀の美を飾った。 レース後、観客からディープインパクトを称えるディープコールが沸き起こった。JRA やマスコミはディープインパクトの引退レースということもあって、入場人員や売り上げの大幅アップに期待していたのだが、入場人員は大幅に落ち込み、売り上げ金も平成に入ってからは、稲荷湾が勝った第34回、有馬記念に次ぐ低さであった。入場者数や売り上げが激減したことについて、 競馬評論家の柏木修歩は、寝とき場ないのコラムにて、表紙抜けするほど盛り上がらなかった気がする。背景のディープインパクトビジネスに、嫌気の差したファンがほとんどだった。ファンは鋭い。今年の有馬記念、たった11万人しか競馬場に来なかった。と述べた。また、日経新聞運動部記者である、野本健一は、入場人員と売上金低下の原因について、 禁止薬物と引退騒動で、ディープインパクトのにわかサポーターは一気に去り、ディープ祭りに違和感を覚えていた旧来のファンをも白けさせたと分析している。本レースのテレビラジオ放送の実況担当者、ありがとうございます。